once a jolly swagman camped by a billabong under the shade of a clover tree. And he sang as he watched and waited till his belly boiled. You'll come a waltz, Matilda with me, waltz, Matilda, waltz, Matilda. You'll come a waltz, Matilda with me. And he sang as he watched and waited till his belly boiled. You come a w a l g same material with me.Good b y e my friends in sunburnt Australia.This is Hiroshima City, Japan.Mount c o n です。この Mount c o n はですね、以前からオーストラリアの代表的な動物である ウンバットに大変よく似ていると言われています。確かによく似ています。まあ、インディアンヘッドロックの例もありますから、まあ、似ていてもおかしくはないわけですけども、それにしてもよく似ています。人工的に形成された山なのでしょうかそれとも偶然の一致なのでしょうかということで今日の動画を始めます。 今日の動画はタヒチ島のモーレア島から始まります。皆さんをタヒチ島のモーレア島に案内します。私、林博士は人口造成島であると判断しています。綺麗な正三角形をしています。そしてそれぞれの辺はですね、世界の拠点へとつながっています。これがモーレア島です。そのモーレア島から オーストラリアのカタ・トゥ・ジュータに線を引いてみます。カタ・トゥ・ジュータ多くの頭という意味だそうです。これがカタ・トゥ・ジュータです。大変奇妙な岩でできています。 で、この黄色い線がモーレア島から引いてきた線です。で、その線をたどっていきますと、ここにウルルがあります。以前はエアーズロックと呼んでいました。このウルルは矢印の形をして正確にモーレア島の方向を示しています。そしてそのほぼ真直線下にマウントコーナーがあります。大変奇妙な山です。 マウントコナーです。これがマウントコナーです。で、カタツジュータとウルルとマウントコナーは新一直線につながり、そして大地のモーレア島の方向を向いています。手前がカタツジュータ、ウルル、そして その向こうがマウントコーナーということになります。が、それだけではありません。まあ、このように一直線に並んでいるというわけです。それぞれ大きな山ですから点を取るのが難しいですが、ほぼその中心点に 点を取ってみました。左からカタツジュータ、ウルル、そしてマウントコーナーです。で、その間の距離を測ってみました。29.3キロと88.7キロです。その距離の比は正確に1対3になっています。点の取り方によってはさらに正確に1対3に なるものと思われます。まあ、このような関係にあるということですね。こうした事実を頭に入れて続く動画をどうかご覧になってみてください。まあ、大変興味深い事実がいろいろと浮かび上がってきます。それでは皆さん、bye for now。続く動画は大変 古い動画です。私のライン理論の原点ともなった動画です。どうかご承知おきの上ご覧になってください。Hello, this is Hiroshihaya Shihama Masuri Japan.Mystery of Katatsu Juta or Mount Algas, Australia.Nuclear test site for ancient aliens.Katatsu Juta の謎。 そこは古代エイリアにとっての核実験場であったという話です。南極です。オーストラリアです。まあ、カタツジュータといってもですね、日本ではほとんど知っている人はいないと思います。エアーズロックの西、約30キロのところにある、まあ、一風変わった山です。まあ、どう変わっているかは、まあ、皆さんご覧になっての通りです。山々がですね、まるでアイスクリームが溶けたかのように、 まあ、ただれているわけですね。ドローと。それがカタツジュータの特徴です。で、この山はですね、まあ、地質学者の先生たちは侵食によってこうなったと説明しています。が、本当にそうでしょうか皆さん自身の目で確かめてみてください。私にはどうしてもそれが信じられないのです。 で、昔からですね、私が学生時代からアボリジニの間ではですね、カタットジュータでは、石ころ一つ持ってきてはいけないと。持ってくれば死ぬという、まあ、伝説がありました。で、放射能を測定してみますと、現在でも0.3から0.4マイクロシーベルトあります。大変高い値と言わざるを得ません。まあ、それについてはですね、ウラニウム鉱山があるからであるとか、あるいは近くで核実験がなされたためだと。 とかいうように説明されています。本当にそうでしょうかもう一度値を見てください。0.32を示していますね。で、この0.32マイクロシーベルトという値がですね、1時間値ですけども、いかに高いものであるかは、福島大学がですね、校内で測定している、現在測定している値と比べてみてもわかります、まあ。場所によっては 0. えー、41っていうところもありますけども、全体としてみれば0.19から0.1前後ですね。という値なんですね。で、もう一度見てください。0.32マイクロシーベルトです。では、まあ、これがですね、近くの核実験によるものなのかどうかということなんですけども、同じ人がですね、エアゾロック、いわゆる ウルルの近くで測定した値があります。それによりますと、まあ値はですね、0.2、あら0.22ぐらい前後、まあゆらゆらしているわけですね。ですから、まあ核実験の影響によるものとは考えにくいですね。まあ、あと残った可能性としてはウラニウム鉱山が 中に含まれているということな、こうが含まれているということなんですね。で、先ほども言いましたように、アボリジンの間では、あマウント、まあ、オルガス、いわゆる、まあ、カタツジュータからでは、か,からはですね、石ころ一つ持って帰ってはならぬという、まあ、そういう言い伝えがあります。もう一つ、このカタツジュータの山を見てください。私は、これは熱核兵器によって、えー、歪んだ山だというふうに、 Uh, thank you very much for watching, and bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan, video number 319. Today's story is about Katatujuta, a very strange shaped mountain in Australia. Why Kata It's a kind of data point、uh, on this earth.in Japanese. カタツジュータと呼ばれるまあ奇妙な形をした山がオーストラリアにあります。エアズロック以前はエアズロックと呼んでいましたけども今はウルルと現地のアブレジニーズの言葉でそう呼びます。このカタツジュータが、まあ、重要なまあデータンポイント 基準点になっていることは間違いありませんがなぜカタトゥジュータなのかまずあのエアゾロックウルルですねそしてカタトゥジュータがどこになるか皆さんに知っていただきたいと思うんですちょうどオーストラリアの中央ですねこの右が三角が見えてきましたがこれが エアズロックウルルです。そしてその29キロ西にあるのがカタトゥジュータです。でこぼこしていますね。まあ焼け跡のあによりももうすでに見えるわけです。ウルルは不思議な山でして、現地のアボリジニたちの伝説によれば空からある日降りてきたとそういう言い方をしますね。 一方、カタツジュータはですね、まあ、死人の山、死の山というふうに呼ばれています。という意味だそうです。で、現地のアボレリジンたちは近づかないそうです。小石一つでも持って帰ると、その人は死ぬという伝説があります。しかし私は、まあ、なぜ、えー、てまて、あ、か、ここに英語で書いたのは、どちらが本当の、また、あ、なんて言いますか、重要な基準点であるかということにずっと悩んでいきました。今も悩んでますけども、まあ、 微妙になってますか位置が違いますから、それによって重要な基準点が変わってくるわけですね。じゃあなぜカタツジュータなのかという問題が、まあ、出てくるわけです。本来習っていますかエアーズロックの方が小さくてですね、そして道しるべとしては非常にわかりやすい形をしているわけですね。まあそこで、まあいろいろな方向から調べてみました。まずナスカですね。で、イーストアイランドです。 この、この線は基準軸上、基準軸上の基準軸ですね。ごめんなさい。で、ここから30度の線を引いたところにオーストラリアの、いわゆる今言ったエアーズロックとか、あの、カタツジュータがあるわけです。で、まあ今日は正確に、あの、100分の1の単位まで測ってみることにしました。そして、まあ調べてみますと、ウルルまでが、 いや、まあ、30度ですね。飛車後にして。そして、カタツジュータの方が31度なんですね。エイリアンの地図で考えれば、あの、ウルルの方が、まあ、より正確だということになるわけです。何度も言いますけども、彼らは正、二重面体の正三角形を基準、あの、基本とした地図を使っているわけですね。でそこで今度は、えー、イースター島からですね、南極に線を引いてみました。 この南極点が、ね、やや、ね、あのずれるときがありますが、ほんのわずかずれただけでも、この場合はあのあの位置がずれてきますので、注意してくださいね。でこれがあの黄色い線が今イースターテイク、イースター島から引いてきた線で、そして120.0000で,です、ね、線を引いてみます。この矢印の線がそうなんですね。そうしますと、この黄色い線がなりまして、ちょうど、まあ、カタツジュータの近くを通るわけです。 上の三角がですね、左上の三角がウルルで、細い線で下へ引いてきてますね。それで、その先があのカタツジュータです。ここがウルルです。そしてカタツジュータです。まあ、距離的には、目測ですけども、まあ、10キロないんですねあの。誤差が、エラーがね。そしてこの線ですね、もう一度、まあ、見てみますと、ウルルとカタツジュータなんですね。 なぜ重要かというとですね、あの、このイーストポールがね、実は3つあるんですね。あの、3つあるということは、あの、どうしてもそこへ行くんですね。あの、この A はですね、これはあの、日本、北極から桜島を通ってきた線なんです。で、これはあの、北半球については、あの、い,あのいろんな点をですね、しっかり決めるんです。B はこれは、あの、ウルルから、北のウルルから持ち上がってきた点なんです。 でこれはあの両方の線がです、ね、プレイヤービヘアをちょうど挟むように通るんですね。あので、C の線が、これがあのアンティポードです。あの西極、西極点のアンティポード、ちょうど反極点ですね。ですから、あまあ、あの3つ出てくるわけで本来ならば、あの西あのウエストポールの反極点を取りたいんですけれどもあの、地球が大球体のせいなんでしょうか、ずれてくるんですね。私はエイリアンは当初これに気が付かなかったんじゃないかと思っています。 これがイーストポールなんですけども、もう一度正確に見てみます。三分の線がだからできるわけですね。で、一本のその桜島を通ってきている線、そして南極に対してまっすぐ降りてきた線がこの赤い線ですけども、これはですね、片手絨毯の、まあ、目測ですけども、10キロもないんじゃないかと思うんですね。7、8キロのところを通っているわけです。 ま、ごめんなさい、正確に調べてありません。で、この緑の線がウルルを通ってきた線なんですね。これは下から逆に南極ウルルを通って持ち上げてきた線なんですね。で、この C はですね、あの、アンチポード。あの、あの西極点は、あの、正確に取れますからね。あの、赤道と、でから、あの、イースター島とスフィンクスを結んだ線が、まあ、西極点になるわけです。で、まあ、どれが正しいのかということになるんですけども、 少なくとも北半球を見る限りにおいてはですね、先ほど言いましたように、あの、この赤い線、桜島を通る線が非常に重要な線なんですね。あの、ジャパン、クロスポイントジャパンからもまっすぐ下へ来ますし、あの、他の、例えば日本における拠点も桜島を拠点にしていることは皆さんもご存知の通りだと思います。ですから、まあ、片手じゅうた、 の方を私,私は取るしかないということになってくるわけですけども、なぜかたつじゅうたなのかということなんですね。まあ、ここがかたつじゅうたなんです。まあ、これはあの北極からあ桜島のあ中心を通って、ね、火山口の中心を通って、まっすぐ下へ降りてきた線なんです。それはこのかたつじゅうたの山を見ればわかるんですね。ただの山でないことは、もう形を見て一目瞭然なんです。 侵食によって流れてこういう形になったというふうに学者の先生たちは説明していますけれども、中央の穴なんて見てください。引きちぎれてるでしょ引き,ちがれてあ引きちぎれてるように見えるわけですね、まあ。実際に引きちぎれてるんだろうと思いますね。こういう,こう,いう山は大変珍しいです。というか、ここ以外に私は見たことがありませんね。明らかに強力な熱線によって、この山が焼けただれたようになったということは、 これれらの写真を見ればわかるんですよねつまり、まあ、核兵器であったかどうかは別として、それに等しい、えー、なってますか、強力な武器のここは実験場ではなかったかと、あるいは実験場であったと結論付けてもいいと思うんです。というのは、同じ眼脈を通しているというふうに、まあ、学者は説明していますけれども、表面の形がウルルとカタツジュウとは全く違いますね。 つまり、これが、この山がですね、私はこの山を見てみるたびにこう思うんです。これが神々からの警告であると。なぜ警告であるかは、もう皆さんお気づきのことと思います。人間たちを勝手なことするなよと。そのや、そういったことをこの山,はが山がですね、私たちに教えているように私は思います。 皆さんはいかがでしょうかなぜかたっと住宅わかっていただけたと思います。Thank you very much and see you again next time. Bye.Hello, this is Hiroshihayashi, Hammam a City, Japan.Mystery of Mount Uluru, Australia.In Japanese.Uluru の謎 昔はあの、エアーズロックと言ったんですね。で、この、これがエアーズロックですけども、まあ、アボリジニの一切によればですね、この岩、一つの岩なんですけども、ある日空から降りてきたと。ケムダウンと。というような伝説が残ってるんですね。で、まあ、あの、場所を調べてみますと、この黄色い線がギザ、モヘンジョだろう。それからプレイハビアを通って、そして、えー、右下の方行きますと、イースターと行くんですね。 基軸ライン中の、まあ、最も重要なラインの人です。そして上が桜島、下がまあ南極です。それがちょうどその赤道と横見るところで、まあ、交わるわけです。で、プレハビアからカタドジョータまでは、あの、間の角度は30.0なんですね。で、まあ、これはあの、二十面体地図。まあ、エイリアンが使っていただろうと思われる正二十面体地図で、上で考えています。またこれはうまい具合に、こう、ピタッピタッとその、あの、 なてますかね。決まった場所に決まっていくんですね。まあ、まあですから、まあ、60、120っていうのは非常によく出てくるもんですから、まあ、120面体地図というふうに、まあ、推論立てて、そして、まあ、あちこちで当てはめてみましたらあた当てはまるわけです。そして、このウルルの、まあ、西にですね、カタツジュータがあるんですけども、カタツジュータ、ウルル、それからマウントコーナーは、真一直線に並びます。 で、左上から北線が、これがあの、プレハビーキャラ北,北線で、えー、上から下へ行くのが、これが北極、桜島、それからイストポール、南極行く線です。で、このブルーの線は、まっすぐ右の方へ行きますと、えー、モリア島行くんですね。で、モリア島っていうのは非常にまた謎めいた島でして、後で説明します。で、このウルル。これちょっと見てみますとね、ウルルもまたこの奇妙な形をしてるんですね。まあ、なんとも、ま、絶妙と言いますかね。楽しいですね。これ見てると。矢印なんですね。 そして、この黄色い線が今、あの、片付住宅と手から森跡を繋いだ線です。ちょうどこう方向を示している感じ、感じかなと思うんですけど、この点々の線がですね、あの、サーフス南太平洋クロスポイントへか、から引いてきた線です。これがあの、コナーザンですね。あの、周りにこう爆発音とい言いますか、衝撃音のようなものが残っているところが、大変興味深いです。ウルルにもそういったその衝撃音が残っているんですよ。 で、この距離がまた絶妙なんですね。間を測っていますと、28.8、それから88.6、ちょうど1対3の関係にあります。まあ、あの、例えば、あの、イーポール、ウエストポールから、あの、インディアンロック、インディアンヘッドロック、インディアンヘッドロックからウエスト、あの、あーイーストポール行きますと、ちょうど1対2の関係になりますか。あれ、そ、そちらの正確に出てきますね。で、これはモリア島です。 で、モリア島から、の、今、右の方へ行きますと、テオテオアカン。で、まっすぐへ行きますと、エジプトのギ材と向かうわけです。で、その間の角度が、59と61、60という関係ですけど、まぁ、あ、60、60。そして、えー、左の方は60.0というふうになります。そして、ブルーの線が、よく44.6か7で、まぁ、あ、45度で、あの、片手渋滞に向いています。まも、あ、ちろん、その、1 2 0メターの上で考えてみますと、 またこれまたね、ぴったり合っていくんですね。ということはまあ、私の、まあ仮説で始めは、仮説,仮説で始まったんですけども、えー、エイリアンたちは正20面体地図を使っていたというふうに私は考えています。またそれで説明すると、あちこちのね、拠点からの方向、角度が説明できるわけです。ということで続くビデオを見ていただきますけども、 えー、ちょっと古いビデオですね。349号ですから、えー。ウルルは空から降りてきた。まあ、これはあの、オーストラリアのアブリジニーの伝説によるものです。で、まあ、不思議な岩山です。また、同時に、ね、あの、神聖な岩山になってるんですよ。ですから、まあ,あ、観光で行ける場所ってのは決まってるわけです。 で、まあ、ここにあるように、ウルウル came down from the sky と、ウルウルはある日空から降りてきたと。そういうように、アボリジンの間では言い伝えられて、まあ、現在に残っているわけです。だからか、あの、カタツジュータの石についてはですね、あの、やっぱりアボリジンの伝説に出れば、石を持って帰ってはいけないと。あの、石を持って帰ると死ぬっていうことなんですね。いわゆる放射性、放射性物質が今でも、研修されている。と、同時にカタツジュータの山々っていうのは、焼けただれて、こう、アイスクリームに溶けたような感じになっていますね。 非常に不思議な山です。で、これがあの、ウルルです。同じ話繰り返しになりますけども、ごめんなさいね。少し詳しく説明できると思いますけども、これがあの、マウントウルルです。大きな山なんですよ。 あの、そして、この周りを見ていただきたんですけども、あの、何万年も、何,何万年かに、ね、もっと何億年ですもかけて、この山が侵食されてこうなったって言うんですけども、そうしたらなぜこういったこの爆発痕って言いますかね、衝撃痕のようなものは周囲に飛び散ったように残ってるかっていう、まあ、謎もあるわけです。あの、自然にこうなってますから、ずっとな、な、な、なだらかなって、この岩山が残ったっていうんだったら、こういった、こういったその衝撃痕って言いますかね、 あの、いわゆる爆,爆弾が爆発した時にできるような衝撃音はできないはずなんですけどね。ちょっと色を変えてみますとよくわかりますね。あの、一見平らに見えるあの、オーストラリア大陸なんですけども、こうしてあの、グーグルの写真を見て、そしてその、コントラストを上げてみますと、この衝撃音らしきものがこう浮かび上がってくるわけです。すなわち、まあ、その急激ではないですね。隕石のようにストーンと早く落したわけじゃないんだけども、やっぱりこう、ゆっくりというか、まあそのゆっくりというその、あの、 レベルがどの程度問題なのか分かりませんけれども、ゆっくりこうなっていますか。あの、大地の上にズドスーンとして周りが、に衝撃痕ができたという感じがしますね。まあ、皆さんの判断いかがでしょうかあの、これはあの、カタツジュータの方ですけど、やっぱり同じように衝撃痕らしいものは周りにぐるっとできてますね。 で、カタトゥジュータはね、あの、私先ほど言いましたように、アイスクリームが溶けたような山が、山々が連なってるんですね。私はあの古代のエイリアンたちがここを核実験場に使ったんじゃないかと思うんです。というふうに考えてますかね。で、まあ、その周りにこの、先ほどの小域庫とはちょっと違って、放射線状に小域庫が残っています。ただ、あの、現在私たちは人間使うような核兵器じゃなくて、あの、いわゆる熱爆弾のような、 あようなものではなかったかなと思うんです。いわゆる、その、破壊するというよりも、なんて言いますかね、超高温で、じわーっと焼くような爆弾ではなかったかなと思うんですよね。ですから、あの、山々がただれたように、まあ、本当にアイスクリームが溶けた感じになってますね。非常に不思議な、あの、山です。でこう、こういったように、谷も、谷というか、あの、放射線の線上もできて、まあ、あの、説明ではですよ。 ウルルの、ある地域はってルととは書いてないところのがミソなんですね。ウルルがある地域は8000メートル級の、S、300があったと考えられていると。すごい山ですね。ウルルがそうだってわけじゃないんですよ。ウルルのあった地域って、これがうまく逃げてるんですよね。まあそんなこと言っちゃ疑っちゃいけませんけれどもね。ああもうちょっと疑い深くなってきましたかね。それでまあこういう山が山が残ったってわけです。その地域はそうでしょうね。で、7000年前に、 ほ、ほぼ、現在の形となったって。まあ、あのい、いろんな説明がなされてますけど、まあ、大方、このような説明じゃないでしょうか。で、全体に出てるのは5%だと。これが、あの、その説明なんですけども、そうするとおかしいなこ、ことにですね、同じ、じゃあ、岩の質でなくちゃいけないのに、あの、左のその形状だと右のウルルがですね、山の形って言いますか、質が違いますね。あの、ウルルの方は、こう、線状になってますね。で、もう一つ、この、 もう一回ちょっと見ていただきたいんですけど、これはあのウルルですね。あのー、ウルルと言いますか、エアズロックに登った方がいらっしゃる方はわかると思いますけども、この筋、なんていうんですかね、筋筋の岩出てきているんですね。一方、カタツジュタの方は溶けてしまってますからね。溶けたように、たれたようになってますね。だらーっと。あのー、それはやっぱり不思議ですね。 で、その、コナーと、コナーはまた、これよりもはるかにでかいって言いますか、一枚の、一、この岩で、一枚の、一枚っ言った方がいいですね。平らな岩でできた山なんですけども、真一直線に並んでる。と、そしてその山がですね、真一直線に森跡を指しているということなんです。まあこれ偶然というか、偶然でないというか、 意図的なに配置されたものなのかどうなのかということは判断にお任せしますが、あの、まあ、これがウルルがですね、どこかを示す矢印した後たとならば、私は、あの、モリア島ではなくて、クロスポンシサウスあー、パセフィクオーシャンだと思います。非常に重要なポイントですからね。 いわゆる南太平洋クロスポイントということになるわけです。で、このウルルの周りをもう一度見ていただきたいんですけども、先ほど言いましたように、あの、爆スでできたかと思われるような衝撃痕がざーっとこう残って、ちょうどそのウルルを取り囲んでるんですね。ですから、まあ、私は当初これ衝撃痕だっていうふうに結論を出しましたけども、わかりませんよね。それは自然現象というのはどんな学、まあ、んでますか 私たちの想像でするような、また別のファクターが働いてて、まあ、ちょっとこれ、温度、あの、色温度を書いてみますと、こう飛び散った跡がありますね。これはマウントからマウントコーナーですけど、こ中心のマウントコーナーの部分がですね、まあ、ちょっと離れたところへこう飛び散って、ああ、できてるっていう感じがしますね。ですから、まあ、これが自然できたものならの、自然ってことはね、徐々にこう、浮き出てできたものなのか、それともなんかドソンと置かれてできたものなのかということは、 ま、ちょっと判断が難しいんじゃないでしょうか左は片付絨毯、ウルウル、そしてマウントコーナーと繋ぎ、つながりますけども、先ほど言いましたようにこの距離の日あの、ただ片付絨毯が広いもんですからね。で、まあ、マウントコーナーはあの、中心点が取りやすいんです。片付絨毯が非常にあの、点が取りにくいもんですから、ちょうど真ん中で取ると結構大きな山ですから、それでこうしたエラーが出ますけども、あの、この距離の日がですね、先ほど言いましたように1対3になっているんだと。 それで、まあ、あの、これが、あの、うるうるですね。で、こう、黄色い線が、あの、これは、黄色い線はもともとは、あの、大使の森跡から引いてきたわけですよ。そして、それが、手状態の方に行っているということなんですね。それで、まあ、ここで、再びこうなってますが、この、 説明してるわけですけども、ある日ね、大きな岩が降りてきたと。そして、ドスンと降りて、あの、こうなったと私は考えるわけです。まあ、アボレジニアはそういうふうに、の伝説とはそうなってますね。それから、あの、さっきの知識学的な、えー、こう、いわゆる交渉によれば、下くのうっと繋がってるんだと。まあ、掘ってみればわかるような簡単な話だと思うんですけどもね。 そしてこうなっているんだってことを説明していますね。うん。まあ、それはあの、わかりません。私には。これはあのい、いろんな方法で調べて、こういう結果が出たのでしょうけどね。まあ、なんとも言いませんね。あの、私がこう直接調べたわけではありませんので。 で、コナー山がまた不思議なんですね。コナーっていうのは、今言ったように、カタズジュータウルルと新直線に並んで、えぇ、ー、大使の森跡へ向かってるんですけども、まあ、これを、なんて言いますか、偶然の位置と言うべきなのか、ちょうどそこら辺って三つ大きな山があるんですけどね。その一つがコナー、コナー山となるわけです。ですが、カタズジュータの、あの、山からですね、コナーの方を見て写真撮りますと、あの、ちょうどその、あんな、新直線上に、あの、ウルルが映るんですよ。 これがあの、コナーザンです。コナーザンですね。で、これが全体として一枚でできている岩なんですけども、ウルルよりも私は不思議だと思いますし、大きいしね。それとその、なんて言いますか、壮大感というのもありますね。壮大感と言いますか。あの、で、上がマッタイラなんですよ。マタイラということは、まあ、地方面に対して、すいすい、えー、平行になっているということですね。 で、この、まあ、あれは断崖絶壁になってるんですけども、ところどころにこういう、まあ、穴が開いてるわけです。で、まあこれは、あの、自然できたものなのか、あるいは、まあ、人間が掘るっても大変ですからね、掘れるわけがないんで、まあ、自然できたものかどうかという、その辺で繋い引きが始まるわけですね。で、まあ、これは、まあ、自然できたものだとするんですけども、ここなんですね、この円の模様が入ってるんですよ。 この円形の模様はなぜ入ったかということが説明つかないんですよね。わかりますかあの、まあ、た、縦線がざーっと走って、その間にこの穴が侵食されている、何かなんかしませんけど、穴が開いたっていうのはこれはわかるんですけども、この円形が、円ができていると、二重の円がわかりますか皆さん。これがあの、コナー山の謎なんですね。で、これはあの、人工的な、まあ、人工的にできたものか、それとも自然できたものかって言えば、まあ、もちろん、ほとんどの人は自然できたものだというふうに言うでしょうね。 残した円形の、その、ちょっと理解に苦しむような、あまあこれ爆発婚、衝撃婚ができてるってことですよね。あの、オーストラリア人の方っていうのはですね、あの、ウルル、いわゆるエアズロックはエイリアンがあそこに置いたんだというと、どういうわけだかみんな怒りますね。<laughs> これはもう仕方ないんですよね。私の友達でも怒りますからね。広そんなこと言うな。<laughs> とかね、ボーシットとか、まあいろいろ。まあ 言われて、許しそれみんなの場で言うのやめろって言って、すぐ、口止めされちゃいますよ。どうしてなんでしょうね、あれ。あのー、はい。これまあ,あの、28.43キロで、まあ、これあの、測るために数字が、違うのはさっき言いましたように、あのー、う、片付絨毯がね、広いもんですから、どこに点を取るかによっても、値が変わってくるわけです。まあ、逆に言いますとあ、あのー、片付絨毯の取り方をね、合わせて取れば、正確に1対3になるんですけどもね。1対1対3。 ゼロ、点、ゼロ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 っていうのな、になるんですけどもね。まあ、あの、1対3だということなんです。まあ、これ偶然というか偶然でないというかっていうことですね。こうしていろんなこの状況証拠を集めていきますと、あの、まあ、いわゆるその、なんて言いますか、ああ、いわゆるその偶然という言葉では片付けられない、えー、何かに、あの、ぶつかっていくわけですね。それは何でもそうだし、はめね、あの、かもしれないと思う。しかし、そう思う。 それがだん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 確信に変わってくると、そうだと、おあの、思う。そうだ。さらには、そうだと確信するというようなレベルで、どん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 話が、あの、まあ、いわゆる固まってくると言いますけど、これどうしようもないんですよね。あの証、証拠、証拠というか、直接的な証拠というのはこの場合は出てきませんので、やはりこの周りの状況証拠から積み重ねていって、あの、強くそう思うという。まあ、レベルの問題がありますがね。で、それには今まで調べて、調べてきた、その、 経緯ってますかね。積み重ねがありますから、そういう流れの中で、えー、確信するという風に話を持っていく持っていくというか、あの、話になってくるわけです。こうして今、あの、線を引いてみて、調べているところなんですけども、この線がどこ行くかってことなんですね。今の三つの山をつないで、本当はあの逆に引いたんですけどもね。あの、引いて、引いて、そしてその、点を、先に線を見つけました。そしてこの、 大地へと、モーリア島へとやっていきます。あの、そして大地のモーリア島来るんですけど、このモーリア島っていうのは、あの、方向指示島です。これはあの、今これから証明いたしますが、それぞれの拠点からの線がですね、ちょうどこの三角形の一辺を作り、あるいは頂点からの水線を作るわけです。まあ、そしてその中心部に非常にこう、奇妙な形の山があるということなんですね。 これまた本当によくできたあの島でしてね、まぁ出来すぎというか、柳にもそうですけども、これは大使のモリア島から、まあ、大使でもいいんですけども、モリア島から、え、テオジアアカン、ギザのピラミッド、あの、ギハワイ、ハワイへ向かいますと、ややハワイでエラーが出ます。まあ、どちらにしよ正確にハワイの、あの、マウイ島へ、あの、線引きますと、やや、あの、ギザではややや得られています。 まあ、しかし、間の角度は60,60,60 60 60となるわけですねで。左行くと、モヘンジョダロ。で、右行くと、イサトからナスカへ、えっと、この線はナスカへは行きません。ね、ごめんなさい。で、左の方行きますと、ナマドル、ガム、モヘンジョダロって行きます。イサトへ行きますよ。で、イサトからまっすぐ北へ行きますと、テオィアカに行くわけです。 そしてさらに行きますと、もう返事を取られていくんですけども、ちょっとエラーが出ます。一度ぐらいでエラーが出たのかな要するに、まあ、これ60、60、60って、まあ、数字が並ぶわけです。56, 59、61、60ですね。で、左、左下行きますと、下げてましたように、うるうるいくんですけど、44.68ですね。これ、点と点で取れますから、皆さん、あの、確認なさってくださる方は、どうぞ確認なさってください。これがモリア島の山に、中心部にある山なんですね。いかにもという山なんですね。これがまた。 まあ、なんて言いますか、ロマンを誘う、誘う誘うもかね、楽しいですね。まあ、空想を膨らませて、何いますかね。いわゆるその、ホビットのね、あの、冒険物語がそのまま出てくるような山なんですよ。まあ、そういうことがあるから楽しいんですよね。で、コナーさんは、ね、また上が平らなもんですから、また大きいでしょ。う。ですから、私はこれはまあ、あ 以前はですね、UFO の発着台だなんてね、結論付けましたけども。まあ、しかし、実際のところから UFO の発着台であったという証拠は何もないんですけども。しかし、ここへ、あの、UFO が来て、そして近くは、あの、この、あの、エアゾックって言いますか、あの、ウルル周辺は、あの、あの、いわゆるその、鉱脈がたくさんありましてね、非常にそういう意味では豊かな土地なんですよ。あの、ですから、この辺りから、あの、なんて言いますか。 好物資源を持って帰って、そのための着陸台であったという聞いても、私は驚きませんね。またそうや、そういうことで以前は発着台であるというふうに判断いたしましたけども、まあ、直接の証拠はそれについては、直接の証拠があるわけでありません。 まあ、あの、遠い昔ですね。あの、いわゆる拳芸の巨大な、まあ、UFO がそこへ降りてきて、そしてその資源を積んで、そして、まあ、宇宙のえてといって帰っていったってことですね。まあ、それはロマンです。で、これはあの、モリア島ですけど、左上が、左上が、あの、モリア島、大使です。ごめ大使島で、左上がモリア島です。で、まあ、しつこい話になりますけども、これがあの、まあ、この、 大使ともおかしな島ですよね。これ、あの、実にそれらしいと言いますか、若くするよ、ね、島なんですけども、私はやっぱ森屋島の方が非常に、それ以上に若くする島であるという意味で、あの、森屋島を、まあ、大使に関しては取っています。で、これがまあ、大使の島のあるとこですよ、ということで、皆さんに今、お見せしているところですけども。で、その、今、 この辺がですね、どこを示すかってこと、どこを行くかってことを示しているわけですけども、えー、今文字が出てくると思います。まあ古いビデオですから、ちょっとあのー、今こうして音声を入れ直してます。まあ大使町もまた不思議な島でしてね、あのー、それほど人口があったわけでもないんですけども、あの、大きな遺跡が残ってるんですね。で、これは森屋島です。 ま、いかにもという山が、ちょうどこの山がですね、中心点にあるんですね。中心点というか、あの、まあ、後でお見せしますけども、あの、そして左右対称になってるということなんですね。それで、このモリア島がですね、右の方から、あの、イースター島、モリア島、それからナマドルガム、そして、あの、モヘンジョダルと行くんですけど、その途中に、あの、ルンビニがあるんですね。50キロほど選べますけども、 ルミの上を通っていきますで、これは生ドールの、まあ、人工島ですね。で、大地。それから、ガム島はね、あの、洞窟があるんですよね。意外と知られてませんけども。これはイースター島です。イースター島は、あのピ、ギザのピラミッドを45度の方向から見た形と一致するんですね。で、生ドールは、あの、先輩言いましたように、日本の久島と形が同じですね。 同じと言って断言していくほどよく似てますね。そしてこの大地から60度で上がっていきますと、ここにハワイのマウイ島があって、そしてさらに行きますとギザのピラミッドとできるんですけど、ちょっとエラーが出ます。あの、で、右の方は120.1、121ですか、ごめんなさい。121ですね。 そして、60度で行きますと、ティオティワカン行くと。そうしますと、この、大使のモリア島からはですね、ティオティワカン、それからギザ、あの、モヘンジョラという三大拠点、これで、ここ一箇所で、あの、行ける、くことができるということになるわけですね。ですから、非常に意味のある、場所だということは、これで理解していただけると思います。そして、この間が、距離が同じだということを示している、まあ、距離はね、あの、エイリアの場合は、 私もいろいろ調べたんですけども、関係ないですね。まあ、あの、いわゆるその、距離の、距離はあまり問題しなくてもいい乗り物に乗ってるっていうことなんです。それだけ超高速で、高速というかは私たちが想像もつかないような高速で行き来してますから、あの、方向、方向だけを大事にしていくということですよね。まあ、だってそういうふうに捉えてますけど、それもまあ、私の今のところまた仮説です。 で、マウイ島にもいろいろとこう、妙なものがあるんですね。で、マウイ島の一辺がですね、正確に大使島を示していると、ですよ。まあ、それはま、どっかであの、紹介しましたが。で、もう一回大使に戻ってみますけども。大使です。その左が、まあ、モリア島です。そしてこう、点を取りますね。 この正三角形、綺麗な正三角形です。で、この線はテオテオ間から引いてきた線です。左、右上からね。で、真っ直ぐに来たのがハワイから来た線です。ちょうど中心で交わってきますね。で、これがイースター島から来た線です。もちろん反対側へ行けば生ドルガム行って行きます。で、生ドルガム行くわけですね。ちょうどこの頂点から水線で行くわけです。まあ、これ偶然かって言うんですけどね。これはフィージー島行きます。横線はフィージー島行きます。 ま、これはね、あの、フィジー島そのものが、あの、拠点ってこというわけじゃありませんので、まあ、この部分は、ま、そうかなっていう程度に聞いていただければ結構ですけども、要するに、このモリア島っていうのは、それぞれの方向を示しているってこと、特にあの、重要なのはギザピラミア、ティクモヘだろう、それからティオティワカンですね。で、ナンバドル行って、ティオティワカンも行くと。てかハワイも、ハワイ、マウイ島を通ってギザへも行くと。その、ですから、まあ、ま、あ あの、まあこの、この、このビデオを作ったときはね、なぜその、古代のですね、南太平洋の人たちがですね、自由にこの太平洋を航行できたかっていうのは、まあ、私の考えでは、もちろん人間だけの力ではなくて、まあ、小さなボートで行くわけですからね、もっと何か別の力、力って言います助けを借りて行き来していたというふうに私は考えています。まあ、それはあの、直接の証拠はありませんけども、まあ、ね、あの、あの、いわゆるその、島に残っている物的な証拠を積み重ねて、 ていくってことですけども、その物的な証拠がまどんどん集まってきてますしね、こあのはい、情報として取り出すことも今可能なんですよね。まあ、こういった線を見ますと、あの古代のその南太平洋の住人たちがなぜ自由にまあこの広いね海の上を航行できたかっていうまあ理由というか。 の、が、なんとなくわかるってことですよね。もちろんそうでない人たちもいたでしょうかね。自,自,自力で、え、ね、ボートを越えてったって人も、それは中にはいたでしょう。まあ、いなくとか、ほとんどがそうだったかもしれませんがね。で、ここは、あのー、サウスクロスパシィックです。あの、これはあのー、あの、あの、あそこと、あのー、 アンコールワットとテウトワーカンつないだ線と、それからあの、日本の大線量と、ニュージーランドのルアペフォーつないだ線の交点に求めてください。そしてそれから120度上がっていきますと、ブライス・インタグリオス、それからカフキア・マウンズ、それからサーペント・マウンズ、そしてその先でワシントン DC へとつながっていきます。これはまた別のところで、あの、話しましたので、まあ、ここは簡単にそういう、そういうふうに理解しておいてください。まあ、あの、サウスクロス、クロスポイントサウスパシフィコーシャンはあの、 南太平洋を殺すポイントは重要ですね。で、まあ、さらに伸ばしていくと周りい、マリトイ、マリイ、マリィはマリトリマリイ行くわけですね。これまた、あの、何度も調べたことあるんですけど、非常に不思議な、あの、文明を持った、あの、地域です。で、プレビ。それから、イースター、右に行きますと、イースターとナスカと行くわけですけどもね。いわゆる基軸ラインです。 で、その、あの、生ドルと、あのイ、イストポールの角度は45.0です。で、まっすぐ上行きますと、ーータミウマセフですね。太陽系の中でも最大級の火山へと行くんですよ。日本の薬師も、あの、真、ま、東に、そのタミウマセフがあるんですよ。まあ、非常に絶妙な位置ですね。で、まあ、はあ ってことで、なぜ古代の人たちは、まあ、ま、高校できたかって、こうしたものを見るとね、あの、明らかにこうなってます。明らかにということは、まあ、経験に使えたかありませんけれども、何かしら、こう、人間の力をはるかに超えた、まあ、知的生命体の存在を、私は感じます。いかがでしょうかそのいわ、いわゆるこの生三角形の辺がですね、えー、どこを向いてるかということを、この今、下の表で書いています。で、ただ、あの、 じゃあ他の線はどうなんだっておっしゃるかもしれませんけども、よく誤解されますけど、人間にとって重要な拠点と、そうでない、人間にとっては何でもなくても、エイリアにとっては非常に重要な拠点とありますからね。そういったそのものは別にまた判断する必要があるんじゃないかと思います。ということで、まあ大急ぎで、あの、ウルウルの謎について話していました。どうも最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。バイ。